こんにちは、翔太です。今回なんですけど、私ですね、全然気づいていなかったんですけど、公式ニュースっていうですね、スレッドっていうのかな、チャンネル、よくわかんないですけど、ディスコードにですね、の放置少女の、チャンネルのところに公式ニュースっていうやつがあってですね、アップデートの展望のお知らせっていうのがですね、ここにありまして、ちょっと私これ初めて見るんで、ちょっと全然気づいてなかったですね。11月24日なんで、結構前、3週間前ぐらいからあったみたいなんですけど、全然忘れていたというか、気づいていなかったので、ちょっとですね、こちら見ていこうかなというふうに思っています。それではですね、もうすでにですね、実装されているようなものに関してはですね、見ずにいこうかなというふうに思うんですけど、これか。ここでは、開発段階の新規コンテンツや回収内容を早い段階でお伝えできるように、ツリーっていうのか。本ツリーでお伝えする内容は予定未定の事項を含むため、実装が行われることを約束するものではありません。ご承知の上ご覧ください。実装は約束してほしいけどな。旗取りゲームはどうなったんですかねって感じもありますしね。で、11月24日に新規需要はもうすぐ終わりますよっていうふうなものが書いてありますね。書いてあったんだ。12月12日。今やってるやつじゃないですか、これ。が、最終回となるように調整しております。じゃあ、何もうすぐ旗取りゲーム始まるのかな、もしかして。なるほど。全然知らんかった。で、ここに、12月4日には初心追走ですね。書いてあったんや。知らんかった。12月内にもう一度開放を予定しております。ということで、これはですね、この前、更新情報でも書いてありましたね。で、これか、噂の、どこに書いてあるんだろうと思ってたんですけど、年末年始のイベント、予告、来ておりますね。元凶のなんちゃら、何これ、前でいいのかな。を紹介しますということで、ステージ攻略形式のイベントになっているみたいです。こちらでは年末年始のイベントシナリオに深く関わるとある副将首相の代わりに陣容に組み込むことができます。ということは1枠目ってことかな。で、ステージごとの条件をクリアすると獲得できる星の数によって嬉しいボーナスの獲得チャンス。首相が不在というこれまでとは異なる陣容で戦略に変化が訪れるかも。次回反響じゃないのそれって。次回反響がそれなんだと思ってるんだけど違うんかな。まあいいけどさ。で、これがそのイベントみたいですね。残り時間263日、なんかすごいことになってるけど、なんでちょっとこの値はあんまり書いてある数値に関してあんまり信用にできなそうですね。で、このキャラクターが首相の代わりにって感じですかね。で、陣容と元凶は何だろう、記憶集めは何だろう、全然わかんないですけど、なんか上に太陽みたいなやつが100個って書いてあるんで、これが記憶なんでしょうね、多分。で、元凶闘技場もあるっていうことは、これじゃあ次回反響のなんか別のやつってってこと？年末年始に？年末年始次回反響もあるんだよ。大丈夫かな？心配だわ。で、これがステージか。ボス戦って感じですね。次回反響とマジで何が違うんやろ。で、太陽は初光の輝き？導きか。初回フリア報酬は、強霊の秘宝。これは多分あれでしょうね。中にアイテムが入ってるやつかなと思います。で、鏡の花と初日の出。この辺は多分どれがどれなんだろう。どれがイベントの交換用のアイテムなんだろうな。どれもそうなんかな。もしかしたら、もしかしたら秘宝が結構いいアイテムが入っていて、鏡の花とか初日の出はなんか、覚醒炭2個とか宝石券4枚とか、ちょっとしたアイテムが手に入るようなやつなのかもしれないですね。で、敵のボスがなんか、ちょっとかっこいい感じしますね。挑戦目標っていうのがありますね。ステージクリア、6ターン以内にステージクリア、ステージクリア&全員生存。これは3段階あるって感じなのかな。下に星があるわ。記憶のかけら報酬で1、2、3ってあるんですけど、とりあえずステージクリアしたら初光の導き30個もらえて、6単位内なら、さらに10個。で、全員生き残っていたら、でも全員生き残るのと6単位内は多分別々でもいいんだろうな。初回って書いてあるから多分何回でも挑戦できるんだろうな。
まあ、なんで、まあ、下手に育ててないキャラクターを入れるより、まあ、育ってるキャラクターで長期間戦うパターンと育ってないキャラクターも入れるけど短期決戦のパターン、まあ、2回やればいけるんじゃないかなと、難易度わかんないですけど思いますね。でこの初行の導きが多分交換アイテムだと思うんで、この感じだと、うん、まあ、これを集めていって、まあ、マルケッシュはないか、まあ、ショードの返礼とか、まあ、そういったアイテムと交換していくのかなというふうに思います。で、あ、これが対戦画面か。おお、ちょっと1枠目のキャラクター、1枠目のキャラクター多分でもこの右にいるキャラクターですよね、がちょっと白枠になってますけど、これどうなんだろう。これ攻撃してるように見えるけどな。でもなんか味方全員が知恵聖護と祝福聖護になってるけど、あ、でも一旦だけか。どうなんだろう、祝福キャラ来そうな感じしますね、この感じは。ただ一旦なんで、戦役では使えないですね。いや、使おうと思ったら使えるけど、2ターンないと、劉備とかちょっと組み合わせしづらいんで、うん、ちょっと厳しいんじゃないかなと思います。祝福、まあ、うん、1ターンか、どっちかっていうと、攻撃を耐える、玉壁みたいなイメージになっちゃいますね、これだけだと。うん。まあ、1ターンでも全体に貼れるっていうのが多分強力なところなんじゃないかなというふうには思いますが、まあでもそれだったら超高名でいいもんな別に整合状態である必要もあんまりないし、1ターンなら、うん、ちょっとよくわかんないキャラクターですね。で、他の副将たちはまあ持ってる副将たちなんじゃないかなと思います。あ、で、あ、これが記憶集めか。あ、記憶集めっていうのは多分この星ですね、挑戦目標のところ、多分1ステージに3つずつ星取れると思うんですけど、そこで、まあ、ここでは60個まで見えてますけど、まあ、20ステージとかあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、で全部取れたら、これなんだ、招待券か、招待券ではないな、これ何でしたっけ、ラッキースター券か。うん、なんかあんまりいらないな、参加券の方が欲しいな、私的には。30個取ったらちょっと満足しちゃうかも。なんでその下に高級ガチャ券があるんだ。今ちょっと名前変わってるかもしれないですけど。まあよくわかんないですけど。まあまあまあ、まあ、まあでもボス戦だけだったら、そんな時間かかんないような気もするんで。まあしかも次回反響と違って、多分自分の持ってるキャラでやる感じなような気がするんで。まあ、楽しみに待っていようかなと思います。で、次が12月14日の、更新。12月14日ってことは今日は17日か、まあなんでまあ数日前、まあ前の更新情報のタイミングで出てたんだろうな。年末年始シーズンイベントの第2弾で神明権限かな、これは権限って読むような気がする、を紹介しますと。でこれはミニゲーム型のイベントになっていて、鏡の世界に迷い込んだ副将たちは自分の名前を思い出せず囚われてしまいました。彼女たちのセリフからどの副将かを当てて神明を思い出させて救出しましょう。何これ、難易度の違うステージを選択してクリアするとボーナスの獲得チャンス、どうぞご期待ください。いや、これはもう攻略を見てなんぼなような気がしますね。何これ、挑戦時間あるし、3分20秒って書いてある。で、どういうこと、上と下の違いがよくわかんないけど、なんか音声とかを聞いてどのキャラクターが当てるみたいな感じなんですかね。あー、ヒントって何、いや、よくわからんなー、これもう。なんで K とか、神泉が3名ずついるのかもよくわかんないし、しかもバウン力じゃなくない左上は、超制裁じゃないこのキャラよくわかんないなー。うん、まあやってみないと何とも言えないですね。これだけこれだけ見せられてもわかんねえよ。でもこれ残り時間2日とか書いてあるから1週間ぐらいのイベントなんかな。まあ多分年末年始イベントが1週間ぐらいあるんでしょうね。よくわかんないです。なんかまた新しいジャンルの神経衰弱的なやつかなと思いましたけど、そうでもなさそうですもんね。まあ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 、来てからですね。ね、まあこっちはなんとなくイメージはできますけど、イメージはできるんですけど、ちょっとめんどくさそうではありますね。またなんかフレントの方とか使えたりするやつなんですかね。自分だけでやるってなるとちょっと無課金微課金だと厳しい部分、まあ多分ステージクリアはみんないけるけど、他のやつを達成しようとすると難しいぐらいの難易度がちょうどいいかなと個人的には思いますので、
まあ、それぐらいの難易度で来てくれたらなというふうには思います。首相が不在って書いてあるんで、あ、どうなんだろう、あとある副将を首相の代わりに、だからまあこのキャラで固定なのかな、この白くなっているキャラクターで。なるほど。まあちょっと時間環境と一緒にはせんといてほしいですけど、一緒に同時開催はやめてほしいと感じる部分はありますけど、まあ新しい試みは楽しみなので、楽しみに待っていようかなというふうに思います。まあこれだけですね、一応。まあちょっと今後私もちょっとここの更新を、今のところ週1ぐらいかなで更新されて、そうでもないか、るような気がするんで、まあ更新情報を見たタイミングで、こちらもですね確認するようにはしようかなというふうに思います。ちょっと今まで気づいてなくて申し訳ありませんでした。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。